ダンマタはアメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州、エリー出身。学生時代はアメリカンフットボールに励む。エリーマクドウェル高校在籍時、ピア・クラスクアッド・エイ・オール。ステートフットボールチームズの常連として活躍し、オフェンシブラインでスカウト・ドット・コムをはじめとする各メディアにおいて、ペンシルベニア州でのプロスペクトランキング10位台に評価された。年。 ピッツバーグ大学進学後、アメリカンフットボールクラブである、ピッツバーグパンサーズに入部し、レッドシャツの資格を行使するが肩を故障して、リハビリに専念。以降、故障に泣かされ満足に活躍するに至らなかった。2010年、ペンシルベニア州立インディアナ大学に転校。2012年に NCWA ディビジョン、ツーオール、アメリカチームに選出された。2013年5月、 NFL のシンシナティベンガルズよりミニキャンプによるトライアウトに招待されるが落第。しかし、このトライアウトに参加したことにより CEFL のモントリオールアルエッツが興味を示し、勧誘を受けて2014年1月に契約を交わし、入団。だが、シーズン中にプレーしていくことを思いとどまり、契約を棄却してアルエッツから退団した。NXT2015 年2月、 プロレスラーに転校することを目指して、ケンタッキー州、ルイビルを拠点とするオビューが運営するオビュー、トレーニングスクールにてトレーニングを開始。同年には、メジャー団体である WWE が開催した、リアリティショーである、タフイナフにプロモーションビデオを送ったことが、きっかけとなり、10月に WWE と、ディベロップメント契約を交わし入団。トレーニング施設である WWE。 パフォーマンスセンターにて、プロレスの基礎を学び、2016年3月5日、ザ・アーノルド・クラシック2016にて、プロレスラーデビューを果たし、キシャン・ラフターと対戦するが敗戦した。同月6日、アーノルド・スポーツ・フェスティバル2016にて、エーデン・イングリッシュとの試合にて、イングリッシュのパートナーであるサイモン・ゴッチがリングへ、駆け込むが、NXT の GM である、ウィリアム・リーガルが登場すると、 試合の変更を宣告され、ディラン・マイリーと組んでボードビレーンズとのタッグマッチで対戦することになり勝利した。10月5日、NXT にて初登場。リングに上がると、バックステージよりサモア城が現れ、襲撃されると場外へと追い出された。2018年4月27日、WWE グレイテスト・ロイヤル・ランブルにて50人。 グレーテストロイヤルランブルマッチに40番手で出場。しかし、アピールする間もなく、直後に登場した41番手の、ブラウンストローマンに投げ出され脱落となった。10月28日、エボルブ・エボルブ114にて行われた4コーナーズ、サバイバルマッチに、サプライズ登場。エイドリアン・アラニス、リアム、グレー、ショーン・ディーンと対戦。中盤にフォックスの介入により、 場外へと追い出されてしまい勝利するに至らなかった。ありがとうございます。